こんばんは。こんばんは。今日はドラマ恋をするなら2度目が上等第2話です。ということで、相方ロビンさんと一緒に、たいと思います。鼻血好き。お、来た。ロビンさん。いや、さっきの発音違うやん。お疲れ様です。疲れ様です。まこちゃん、ごめんね。今日撮影だったって聞いて。あ、いえいえ、全然。大丈夫？ちょっと鼻血が出ちゃったんですいけや、ど。だいぶ、怪我してんじゃん。今日第2話ってことで、ちょっと気合入りすぎて。まあ、1話のね、終わりがあんな感じだったからね、さすがにね。はい、あれこれフィルター取れないのか。 はい、こっちにしよう。 ということはい、で、せっというかこくとなんで、で、2話のおすすめをお願いはしい、ます。いやー、第2話、ロビンさん見ました？もう俺見ましたよ。めっちゃ面白かったっすよいや、ね。おもない。タクシーの中で見てたんだけはど、普通に笑ってたのね。めちゃくちゃ笑っちゃって、1個のシーンに。い。どことは言えないか。言えないはい。はい。か。今んとこ。で、なんか、降りるときに運転手さんが、すいません、YouTube 見てるんですか？みたえ？いな。言われたんなんか、ですか？えらく笑ってるから、なんかちょっと気になりました、とか言って、それぐらい笑ってたんだって思うぐらい、笑ってました。どう？まこちゃんは。やっぱ1話は安川監督で、第2話が野村監督っていう、またね、監督が変わったんですよ。だからこう、野村さん節が出まくってて、わかりやすく言うとちょっとコミカルな2話になってますよね。なってるね。まだたから、違う表情が。そうだよね。確かに、たかしと宮田ってこんな感じもあるんだっていう、なんかいい部分を野村奈緒さんはこうなんか見せてくれた気もして、ね、楽しみですね。予告はあれか、階段降りてくるやつとかも映ってるっすもんね。もう風のようにこう。ありまロしたビンね。さん大好きなんだよな。あれしかもさ、まあちょっとここせっかくだから、こうやって見てくださってる方に言うと、なんかあったんだよね。どんな、なんかね、風のように、ああ、監督風のようの指示に、がね。そう、お芝居の指示が風のように降りてください、ロビンさんって言われて、風のように、どんな感じだろめっちゃ面白かったな、あれ。う。 いや、でも俺はやっぱ、ちょっと自分のシーンではないけど、まあ、こっちちゃんと、アコのシーンですか？のシーン面白かったな。もうまずね、ここどこ？みたいな シーンになった瞬間に、確かに。雰囲気がすごいこう面白くて。確かに、この2人がどういうね、関係になるのかっていうのも確かに見どこね、ろそこもで見す逃せね。ない、見逃せないですよね。やっぱこう、たかしの存在によって、アコとの関係がこうね、またちょっとずつこう変わっていくというか。いや、本当によ本当に。でも、もう2週間ですよ。長早かっいたっですか？ね。なんか早いよね。もう2話なんだっていうか。確かに。この間、アフレコもしました。しましたよね。俺も行った。ちょっと先取りで3、4話とか、ちょろっと見ましたね。いや、どうだった？いやー、すごい。めっちゃなんか、やっぱこ
こう2話、1話からどんどんこう2人がそう成長していく感じというか、もうどんどんなんか、やっぱリアルにこう僕らの仲も良くなっていったじゃないですか。もう元から良かったですけど、いや、確かにね、こう、積み上げた感じがあって。それがめっちゃ見えてて、まあ、2話も特に仲良く、より仲良くなってる感じが伝わると思うんで。確かに。なんか、3、4話、爆弾落ちるらしいよね、2話本の予告がちょっとやばいっすね。当に。さらに。2話の予告はやばいね。あ、2話の予そう告、ちかょっとと。皆さん、心の準備した方がいいかもしれない。いや、だから、まこちゃん的には、あれ、親御さんとお父さん、お母さんとは見ない方がいい。ちょっと2話の予告の最後、おっと。おっと。いや、ついにだね。で、3話に関してはちょっともう、こういう感じ、もそれ、のせりんやん、これ。セリン。いやいや、でも楽しみだよね。もうー。はーい、22話の話。なんか、流はい。れから3、4、5、6と、本当にこう、ね、撮影しながらもやっぱり分かんないよね、どうなっていくか。そうっすね。いややー、でもなんかやっぱこうやって、久しぶりにまこちゃんやって嬉しいよ。もうアーティストのまこちゃんしか見てなかったからさ、最近。確かになんかあれっすよね、プライベートでも会う予定あったっすけどね、ちょっとずれちゃってね。なかなかちょっと本当タイは会いミたングかっがたなんでくすけて、あれ申ど。し訳ない、本当に。いえいえいえ。次回。次回ね。でも、どう？もう俳優業の時間なんて結構前に感じるでしょ？こんだけバタバタっと。そうっすね、やっぱり。でもなんか、大変だったんで、やっぱりダンスの楽しさを改めて、久々踊って、この間もイベントとか、出させてもらったんですけど。あれ、この間やってたライブは何だったんですか？かイベント、横浜アリーナであって、久しぶりに、もうずっとお芝居してたじゃないですか、1ヶ月ぐらい。だから、1万人とかのお客さん、バーっている、いらっしゃるんですけど、なんか、俺、宮田じゃないみたいな。長谷川誠になってるわ、今日みたいな。なるほどね。久ああ、々それのは人いいね。前はやっぱ上がりましたね。ああ、やっぱちょっとアドレナリン出るよね。また全は然ーい。違う。面そう白ですかっよね、た。本当。なんで、長谷川まこっちゃんファンの皆様にはもう本当に可愛らしいまこっちゃんが見れますので、ぜひぜひ。時からだっけ？20？ 場所によって25違うん時だよね。28分？そうだよね。で、もう一個の方が20、24時50。9分とかやったかな。ちょっとわかる方、コメント欄に。あとちょっとだよね。そうっすね。なんかすごいさ、海外の方とかはい。もすごいコメントしてくださって、そうっそれすも結ね。構軽く追ってたんだけど、あ、そういうのすごい嬉しいよね。めちゃめちゃこう、ね、じわーっとこう広がってる感じもすごくあって。あ、来た。MBS は24時59分。いや、止まるんかい。いやー、マジで楽しみ。TVer の方もすごい、お気に入ね。り登録もだんだんすごい増えてきてて。おお、今どれぐらい？いくつだっけな、5 万もいった？5万4000か5000、昨おお。日とかそのぐらいだったかな。じゃあね、やっぱ終わる頃、まあ最終話手前には15万とか20万いってたらいいよね。100万人で。200 万。100万人でやっぱ目標は高く。そうだよね。いや、でもそれぐらいやってほしいよね、も皆さんのね、
本当にお力をお借りして、ちょっと確かに、皆さんが大切 TVer を回してくれたら嬉しいよね。じゃあ最後にまこちゃん、ちょっとね、次回、あれ？これも言っちゃっていいのかな？なんか、ちょっと危ないです。口滑らないように。や、俺ね、ちょっとね、まこちゃんとのね、インスタライブね、こう気抜けてるからね、心配なんだよ。怒られますよ。いや、怒られるよね、俺、本当。あれ、まこちゃん、その時だっけ？何ですか？ちゃくちゃ怒られ、あ、なんかこう、まあ、むちゃくちゃではないけど、やっぱ皆さん、愛がある人だから、まあ、笑いながらだけど、お前、何してんだよ、つって。言ってた。ああ、いや、本当にね、あの、プロデューサー3人が、本当に優しくて、今回。危なかったわ。なんか、他、ダメなことあるっけ？どっち系話そうとしました、今。いや、アロの件話す。ああ、来週？アロね。それはいいのかな？アロがいないところでいいのはちょっとあれなのかな？ああ、まあでも、今後ね、今日本当はアロハとインスタライブやりたかったんですけど、ちょっと予定合わなくて、まあ、来週なのか、またタイミングで3人でね、そうだね。ちょっとにはと3人ね、でインスタライブしたいよね。だっそてう、今回さ、ちょっとアロハ、いいセリフあるじゃん。結構面白いっいすね。やー、アロハもおもろいよね。めっちゃ面白いよな、今回、第2話。結構アロハ界、割と割とそうだよ書きね。回してくるっすよね。初めいてや、こう、僕らの中を。だって俺いまだに覚えてるもん。これちょっと裏話だけど、まこっちゃんと、アロハが同じシーンやって帰ってきたときに、まこっちゃんちょっとなんか落ち込んでたみたい。ちょっとなんか、シュンとなって帰ってきてたから。結構食らっちゃうっすね。あれ面白かったな。いやー、このああ。シーンめっちゃ面白いっすよね。実際何回ぐらい言われたの？結構いろいろ言われたんすけど、2話のあのシーンの、あのくだりめっちゃ面白かったっすよね。白かめっっちた。ゃ面白い。あれ結構自分で見てても薄い声出して笑っちゃったもんな。あわかる。れいや、最高。あれ最高だったね。なん最か、高っすね。いや、でも、ほんとなんか俺、セリフを言われて、本気で落ち込んで帰ってくるまこっちゃんが、かわいすぎて、なんかちょっと背中丸かったもん。ちょっとちっちゃくなって。ちっちゃくなって、でもなんか、アロハはアロハで、ね、すごい気持ちよさそうに帰ってきてたから、なんやちょっことれ。ね、ま表情も、いや、本当にあの時の表情、は素敵なんで、もうコメントではね、早速、いやー、おもろいな。最後、ちょっと、よかったら、まこちゃん、コメントなんか、何点か、はい、あれして、終わりましょうか。そうですね。はい。よかったら、質問。でも楽しみってコメントがいや、すごい。嬉しいね。アロハがここにインスタライブできたらどんな感じになるんだろうな。ちょっと想像つかまた言んわ。われるかも。いや、言わないっしょ、さすがに。じゃあ、2話のシーンのおすすめを、長谷川さん、お願いします。もう僕はそこですよ、本当に。言われるところ、ダントツ面白いな、そこは。あとなんかありましたっけ、には。俺はまあちょっと何とも言えないけど、箱。言ってましたね。あそこ好き。あそこも面白いわ。
箱とだけお伝えします。ちょっと言えないですね、これ以どう上ぞ。は。これ以上ちょっと言えないから、俺も言っちゃうから、本当に。いや、本当次回はね、3人でインスタライブできたらいいなと思っております。あとラスト1個ぐらい。岩永先生は何のアイス食べたの？ああ、ハーブ園。ああ、ハーブ園あった。あそこのシーン良かったっよすよかった。ね。めっちゃ良かった。あの時めちゃくちゃ素だったもんね。なんか、僕もすごい素うで、なんん。かめっちゃいいシーンで、アフレコっていうか、モノローグもなんかいい感じに入っね、てて。そうだよね。楽しみだな。もう見どころたくさん。じゃあ、スクショしますネか。タ。いや、もういいんだよ。俺、この間もなんかさ、ちょっとインスタライブした時にさ、風船事件？風船事件、あれひどいんだよ。ああ、そっちだけど今ね。日出るな、僕も。今日出るね。今日出るね。まこっちゃん、なんでいつも風船タイム。風船タイムではない。僕はナチュラルにハートがほっぺから出るっていう特技があって、なんか言ってください。頭ポリポリじゃないんですよ。すごい、僕だったら結構ありえるかも。いやナいチュや、ラルやっにハーぱマジは。トがついてる。多分僕会った時ここついてるっす、いつも。いや、長谷川誠、やかましだいからわ。やくん時はこう消さないと、こう最初鼻血も出てたし。確フィルター好きなんだよな。かにね。ごめんね、いや、本当でも、ハートついてるよ。ハートついてるよ、本当に。じゃあ、ホニド。またブース、あ、コメントを消さなきゃいけないのか、一回。ああ、そうだ。いけますよ。はい。コメントオフ。じゃあ、恋二度ポーズ。恋二度か。恋二度。俺も覚えたからね。こんだけ斜めにすれば大丈夫ね。いけた。じゃあ。夜や。お、バルーン出なかった。よし。おしまい。じゃあ最後に締めちゃってください。バイバーイ。や、軽ほなね。またまた。また。で、これちょっと、これだけ確認させて。はい。前回、はい。長谷川誠さん、インスタライブで、この後見てねーって言って、おやすみーって言ったらしいじゃないですか。そんなど天然をかまし、実際オンタイムで見られましたか？寝ました、あの後。起きたら朝5時で、あれって思って。多分そのまま寝落ちしてた。ちゃんといさ、や、あれやったなぁと思いいましや、たね、ちょっとさすがに。ちゃんと俺投稿したんだけどさ、あれ？まこっちゃんやなと思いながら。あれはさすがにやりましたね。今日はどうするんですか？今日起きてるから、また寝てるかもしれない。あんだけ僕がみんなリアタイしてくださいねみたいな言ってたのに、自分が寝るっていまあう。でもね、みんなにはリアタイしてもらおう。